そうですね、この町でしばらく行くと思います、ね、ローマンは絶好の天敗ピンフリャンペイコーです。珍しい役が出た。これはここはアルミの上がり、アルミの打ち込みとなりました。12,600。いやドラドラか。さすがですね、大谷選手。ピンフリャンペイコードラドラ12,000点。すごいですね、リードした選手がどんどん叩かれる。本当ですね。いやー、一筋縄ではいきません。右を向けば悪魔、左を向けばデビル、同じか。もうダメですね、これ大変なとこですね。いやすごい反射になりましたね。これは選手もやっぱりこういう状況で引いちゃうと、はい、すごい叩かれちゃうんで前に出ざるを得ない。うーん、で出るとやっぱりこう重リスクも増えるっていう。そうですね、怖いけど行くしかないっていう状況なんでしょうね、戦ってる方は。さあ岡田としては、失点なく親が終わったとは言います。残り3局をどうクリアするか。そうですね、逆に言えばここの親をクリアできると、クリアできるとかなりトップが下手したら何もしないでもっていう。ありえますね。その岡田に今白が統一の本一が見える、いい手が来てますよ。ここでね、本一まで見た方がいいのか、はい、打点向上よりスピードを見るのかっていう感じですかね。なんかこうチーソーチーソーとかなので横にこういう風に伸びやすいので、なんか本一一気に行きたくなりそうな。無理なく本一に行けるのがいいですよね、はい、でも数ピン残してますね。多分これ白ポンした時一回イーソー打つんだと思います。それでソースがちゃんと伸びればまた本一に引き返しますし、はい、でも隙なく、うひょー、これはメンホンチート23点。これは素直に進んでる。これでも白を泣きたくないですね、こうなっちゃうと。本当ですか。いや泣きますかね、泣いて漫画の方が。なんかチーソーくっつきも悪くないと。イーソーはね、ほぼ上がれそうな、なるほど、気になってるんで、数層さえ引けば。中央ならここで引いちゃうか。うわ、これポンテになりましたね。ポンテは取るでしょうね。一層打ってもいいと思いますけど、どっちなんですかね。三層引いた時に一応選択できますね、こっち打てば。まあ、あと一層引いた時、多分テンパイ取らずに白白と行くでしょうからね。真逸。あ、三層がんこった。一筋縄でいかないんでしょうか。これ乱造ポンして速攻で上がれそうですけどね。白出そうですね、順出たから。あれ出る白。これ大輔さん、はい、数アンコありますありますね。トイトイ本一もありますね、白本、リャンゾーポン、ちょうど太郎選手から両方出そうな。これウーソーが2枚、ごめんなさい、ローソー1枚、チーソー2枚、リャンソー白1枚ずつ。これでも引かないと絶対ポンしちゃうね、うん、そうそう、太郎さんナイス絞り。そこは岡田にほらーやばい、サブローソンメインホイペイコアがテンパイ。いや違う、これはテンパイじゃない、スーアンコの23点と言わせてほしい。いやこれはテンパイです、テンパイですね。でもこれ、ね、これローソンから引いたらツボになっちゃう。ローソンからチーソー、ローソンからツボになっちゃう。リャンゾーはでもこれ、リャンゾーかチーソー、これリャンゾーポンするのも相当美しいですけどね。リャンゾーポンすると数層切って5678、それも正しいと思いますけど。白がここで出るんだよ大輔さん、これなんか起こるよ。ほらほらこれおかしいもん、上がっちゃうよ。こんなマージャン見たことない。上がっちゃう、これは数層いけ。岡田さんの悩むんじゃない、ウーソー切ったらもうほんと楽屋ってピンタします。これは数層でいいと思います。数層だよ岡田、これは上がる実績まで変わんないんで。トップを取りたい、トップを取りたいのは分かる、両面にしたい気持ちは分かるけどやめろよ、ダメだよ。これ待ち取りのが難しいですもんね、他のね。ウーソー切るとスッチーソーリャンソー、チーソーつもぎるとサブローソー、スーソー切るとリャンソーローソー、スーアンコー。大輔さん1枚ずつ、さすがにリーチャーしなかったですね。いや違った、1枚ずつ、ある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 。やってる、太郎さんのリャンソーが、太郎さんのリャンソーが耐えられないと思うけど、ダメ、耐えるよ。リャンピン、ね、いやでもバーぶったかいの来たー。16,000。メンホンハク、メンホントイトイ三アンコ、ハク赤九半の16,000。ルミの顔がひょっとこになっている。これどう受けても、まあ嘘切りだけ上がれないってことか。嘘切りもスチーソーリャンゾーなんで。あ、今リャンゾーで上がったんでしたっけ？リャンゾーか。そうですね。いやというよりすごいつもの伸びでしたね。ラスハイのラスハイの白を引いてきて。チーソーも、まあ、どっちかポンして上がるのかなと思って、両方ポンするのも、あれチーソー引く前にリャンゾー出た時ポンするかどうか見てみたかったですけどね。
なかなか声出ない。泣かなそうですけどね。うん、もう面前でサブロスのテンパってますからね。泣かなくても三蔵普通に出てきそうな俳優ですからね。いやー、先日の登場リオの数万校に続き、ここは岡田の数万校なるかといった場面。無念の太郎の宝珠、いや太郎はこう出入りの激しい麻雀になりましたね。そうですね、やっぱり当院局の E1 3つ並んだ時からね、なんか嫌な不幸が続いてますよね。今日の展開ではですね、あ、でもドラドラがドラドラダブナンダブナン